今緊急で撮ってるんですけどっていうのを置いといて、今週も週刊 FP ガチャ引いていきたいと思います。ということで、まずはマリッツのターンですね。狙いを今から発表していきたいと思います。狙いはですね、ラウタロで、エデゴアで、リス・ジェームスで、このセンターバックで、まあカマビンが当たったらいいかなぐらいです。それでは1回目いってみましょう。さあ、ということで、どこに落ちるのか。イングランド。お、これはリース・ジェームズじゃないか。おー、エデゴは、まあまあまあ、初ゲットなので、全然あり。かっこいいしね、アイコン。さあ、2人目。ガチで。リース・ジェームズがラウタロ欲しい。さあ、まだまだイングランド。さて、ブライネ。やばいの持ってるからな、正直な。まあ、はい、いいでしょう。さあ、3回目。さあ、またまやイングランド。3連続イングランド。おっと、デブライネもう切れて、もうスキップしてます。はい、もう最後まで見ません。さあ、4回目。また、もうイングランドしか落ちない、このガチャは。で、デブライネ。デブライ、イングランドしか入ってないかな、このガチャは。うん、そう、みたいね。もしもし、コナミさん。あ、行きました、行きました。ありがとうございます。お問い合わせしましたら、ラウタロが来ましたと。まあ、選手的にはいい引きなんですけど、ね、真ん中の3人。あれ、いらなかったっすね。うん、なんで来たんでしょう。さあ、僕の方は、まあまあ、いい引きしたんじゃないですか。動画的にも、僕的にも。うん。3連続見せて、いい、みたいな。それでは次、デキンの方、行っていきたいと思います。さあ、デキンの方ですね。1回目。僕、全く知らないです、こっちは。フロンス。あれちゃん。そうそう、これやな。そう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 。いや、分かってたで。分かってたけど、そうやんな。やっぱり。うん。はい。やんな。うん、フェーブルやんな。いや、知ってる知ってる。いや、分かってた。いや、いい、そういうの。ね、勝負です。今更？一回引いて、当たりを今更？なんで？遅すぎん、こいつ。何をしてんの？さあ、スペインに落ちていく。おー、カマミンガ。こいつ前、投票のやつ間違って捨てたんで。いいんじゃないですか。普通に。まあ、けど、まあ、僕の方、投票持ってるんで、お疲れ様でした。さあ、3回目。こいつには煽りをちょこちょこ入れていきます。さあ、おー、スペイン。誰か。ジョルディアルバー。まあ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 。レアルと来て、バルサと来て、みたいな。いい引き。めちゃめちゃいいやん。相方。素晴らしい引きじゃないですか。さあ、次どこだ？お、イトリオ。さあ、おー、ラウタロー。お前もラウタロー当てるんかい。お前も当てるんかい。ラウタロ取ったろちゃうやん。おもんな。いやー、2人ともラウタロか。こいつね、その後ホルランとパクチソン当てるんですよ。締めようかな、そろそろ。クソバカ。さあ、スペイン。かぶれ。はい、アルバ。あら、まあ。おもんな。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひよければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。